こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は歓喜です。大いなる喜びのこと。碧岩録に学人あり、かを死し、さを帯びて、全知識の前にいず、知識さらに他のために一重の傘を休んず、学人歓喜して、ひしを弁ぜず、呼んで品を見るとなす、とあります。意味は、修行者が妄想の上に妄想を重ねて、大御帝の人のところに、知恵を仰ぐのであるが、その大御帝と言われるものがまた力がないので、いらぬ分別を修行者に与えてしまう。しかし修行者はその善悪も分からずに大いに喜んでいる。これを品を見るというのであるということです。それでは今から歓喜を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。